ベット解放とことんとことんショベット解放区の酒井です。本日はですね、工具の悩み参戦ということで話を作らさせてください。はい、 DIY をバイク DIY をやっていくとですね、やはり工具をいろいろ揃えていったりですとか、まあいろんな工具を使って作業していくっていうことになると思うんですけど、その工具の悩みも出てくるんですよね。この悩みが、まあ、結構僕自体の悩みなんですけど、もしなんか皆さんもね、もし悩みとかあったら参戦していただけるとすごく嬉しいです。コメントの方でね。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク DIY、 バイクメンテナンスやバイクこれについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時にですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりまして動画撮っていくことができますのでよろしくお願いします。コメントないよっていう方おられましたら、もうとことんとことんだけでも入れといていただけるとすごく嬉しいのでお願いします。 LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットというのを作っています。公式 LINE の方は直接僕に連絡取りたいよっていう方、オープンチャットの方はみんなでワイワイという形で登録していただければと思います。はい、では本日は工具の悩み参戦ということで話をさせていただきたいんですけど、まあね、これ本当に結構本当に悩むんですよね。本当に悩むからね、これみんな聞いてね、本当に悩む、悩んどるもん俺本当に。まずね、一つがね、サビ。もうね、こういうのなんですよね。使わない工具が錆びてくるんですよ。日本のこの四季なんです。もういろんなものが錆びてきてて、もうこう錆び取りとかさ、なんかいろいろあるんだけどさ、もう手についたもうなんかね、使わあんまり置いとくだけだからやっぱ錆びちゃうんだよね。これもね、ミッションの一番でかいソケット、今うちにある中で一番でかいソケットなんだけど、ミッションのメインシャフトをまあ緩める時に、逆ネジか納豆を緩めるとこのこうね、これすごい長いディープじゃないといけない、ここにミッションが入る。まあその説明はいいんだけど、そんなもんミッションのに使う道具なんて使わんじゃん。もうそんな工具ばっかなわけなんですよ。うん、そしたらそれが錆びてくるわけなんですよ。それがなんかめっちゃ嫌で、でもそれをその錆を取る、これをねなんかしてあげるっていうこともなかなかできなくて、絶対これみんなもあると思うから、ちょっと錆のことだけはちょっと最初に考えてやった方がいいかもしれんね。どういう風に錆、まあ錆もでもとか、この昨日でもさ、この間でもさ、これちょっと使ったっていうか、ちょっと見せたんだけど、ちょっと待ってくれ。これね、エアバルブラッパーってこう錆び取るんですよ、こことか。まだこれ買ってちょっとしか経ってないですからね。やっぱどうしても夏とか梅雨とかさ、そういうところは錆び取るんですよ。もうこういうのめっちゃストレスになるんですよ、本当に。ほっとストレスだです。早くなんかオイルアップだったりとかさ、ちょっと磨いたりとかしてあげないといけないなって思うんだけど、なかなかそこまでさできんよね。だからちょっとその辺ね、どうするかっていうのはまあ俺の問題な俺の問題なんだけど、もう出は錆びてきてるわけ、いろんなもんが。だからその辺どうしていくかって、まあ俺の問題なんだけど、みんなの問題でもあるよね。と思って悩みということで、まあ一つ作らさせていただきました。はい、二つ目、こう悩みだとさ、ちょっとテンション上がらんね。本当悩んでるから本当悩んでるからテンションが上がらんや。話したらさ、なんかテンションがこう下がってくるね。はい、まあけど悩み2つ目いきます。はい、2つ目が工具の使い方がわからないっていうねこれも絶対悩むんだけど、これさパイプベンダーなんだね。パイプをこう曲げるやつなんだけど、全く使い方がわかんないの。パイプをこう、これね、ショベルの FLH のブレーキライン、ブレーキのパイプをやった時に、これも錆び取るし、もう。まあいいんだけど、
そのブレーキのパイプラインをやった時に、これ自作パイプベンダーっていうのを作ったんですよ。これこれパイプベンダーっていうのか、うん、まあ工具なんだけど、で自作ベンダーっていうのも作って、結局それあんまうまいこといかんかったんですよ。動画あるから見といてもらえばいいと思うんですけど、でもう急遽さ、やらないと、パイプ曲げないとさ、ブレーキラインができないじゃん。だから俺これ買ってきたので、これでね、使い方わかんないって言うけど、なんとかできたわけ、なんとかなるわけよ。この動、なんとかなんとかクククとかって動画もあるから見とや、うん。ででもこのここなんか数字とか書いてあるでしょ、数字とか。多分ね、もっと綺麗にうまく使えるはずなんだけど、全く俺はわかんないので、勉強すればわかると思うんだけど、その勉強っていうのがやっぱちょっと億劫っていうかさ、になってさ、なんかすごいなんか悩むんだよね。あー、これの使い方勉強しなあかんなとかさ、うん、そう、このエアバルブラッパーでもそうだよね、うん、この間ちょっと紹介したんだけど、これちょっと使うの難しいとか言って、うん、そんな工具ばっかなんですよ。とりあえずことは足りますよと。あとそれ言うなら溶接機だってさ、俺ティグ溶接あるんですよ。ティグ溶接あるんだけど、そのティグ溶接やれないんですよ。ひどいでしょひどい。あ、旋盤だってあるんですよ。旋盤だって本当に削ることしかできないです。でもことはとりあえず足りてるんですよ。ことを足らすために買っては手に入れてるんですよね、全て工具っていうのは。でその瞬間でことは足りるんですよ。使い方もさ、見よう見まねでさやってさ、うん、見よう見まねでやって足りるんですよ。けどそれって全然使い方下手くそだし、全然分かってないし、まあ、それは分かるよ、それはそうだけど、ことは足りたんだよと。でその後工具の使い方の練習なんてする?まあけどしたいよね、あるんだから。だけどできない、これが悩みよ。うん、溶接それは俺だってやりたいよ、かっこよく。旋盤だってうまいこと使ってさ、なんか作りたいよ、わかるよ。それはできないんだから。できないってその作業ができないのもそうだけど、それを練習する時間を作れないって、練習なんかつまらんじゃん。まあけど上手になっていけばいいのかもしれないけど、そうだから使えない工具が山ほどあるわけ。けど1回2回はそこでなんとかことは足りたわけだから、俺の中ではその工具というのはいいわけ、足りてる。次またやれば多分大丈夫だよ。うん、次もしね、バルブのすり合わせがあるならこのエアバルブラッパー使うよ。でも使い方がちょっとわからない、適当にしかやれない、これがね結構ね、これもストレスなんですよね。これもストレスなんですよ、うん。で3つ目、ちょっとテンション上がらんで、ね、はい、3つ目はストレスが、どうだろう、どういう話だろう、ストレスが発散できないっていう話なんだけど、まあその話と、まあ3つ工具の悩みということでね、3つ目は俺さ、ショベルヘッドやフェルエッジを全部エンジンのネジ1本から全部バラして、サービスマニュアルの通りに全部組み上げましたと。そういったのを俺は目標でやってたんですよ。まあ3年間ぐらいやらせていただいたんですけど、その中でショベルヘッドをバラバラにして組み立てて、まあ、調整とかいろいろするっていうところで必要な工具は全部買いました。それをまあ一応俺の中では、まあ目標でやってたんで、まあかなりお金も使いましたし、あれなんですけど、でね、今ね、なんで俺がそういうことやったかって、まあそれは俺が自分で決めたことで俺の目標だったからっていうところなんですけど、それを動画にするっていうことでね、だからそのためにはちゃんと工具も揃えてやるぞっていう形でやったんですよ。でね、今もうそれ終わりました、動画作りました。でどうなかだったかって言ったら、ほぼ工具を買わなくなってしまったんですよね。これが実は
俺のストレス発散に、俺工具好きなんすよ。うん。工具好きで、あ、なんか俺今いいこと思い出した。練習してみようかな、工具で。ね。でもなんかさ、やっぱさ、DIY やっててさ、みんなそうだ、みんな工具好きな人もいると思うんですけど、よし、あれ次この工具買おうとか、これ買うときとか俺めっちゃ嬉しかったからね、多分ね。多分てか間違いない。こう曲げれたからめっちゃ嬉しかったんだわ。それってめちゃめちゃストレス発散になるし、俺好きなことなんだよ、工具を集めるっていうことが。で、もうだからこそ、ショベルヘッド全部バラして全部組み上げるって言ったら、その工具は全部買うぞっていう風に決めてやったわけなんですよ。で、それを達成したわけです。ほぼね、もう工具は買わないんですよ、最近。もう、俺最近買った工具ほぼほぼ覚えてないですもんね。工具買うのってめっちゃ楽しいじゃないですか。ね、だって手に、自分の手ではできないことができるようになるってことですよ。これが俺のちょっと最近の悩みというかストレス。楽しくない。うん。まあ作業もしてないから工具がいらないっていうところもあるんだけど、そう、昔もさ、なんかさ、スナップオンとかさ、デリバリーで来てくれてたんだけど、で、まあね、若い頃、そのバイク屋で勤めとった頃とかはさ、工具をさ、まあ一週間に一回来るんですよね、そのデリバーの車が。うん。で、そこで買うって、だんだん揃ってくるとやっぱり買わなくなるんですよね。うん。だから工具熱が冷めたっていう。だから今、だからすっごいそこ、まあこの三つだよね。この三つはほっと俺の中で工具の悩みなんですよね。工具が買いたいけど、いらない工具なんていらないじゃん。なおかつその工具買ってすげえ嬉しいっていうのは、できないことができるようになるから嬉しいわけであって、別に作業すりゃいいんか。はい、工具の悩み参戦ということで話作らさって、ちょっと今日これちょっと変な動画だな。はい、すいません、ありがとうございます。